マスマインライト。今回のテーマは放物線と接線で囲まれた図形の面積です。放物線と曲線外の点から引いた2本の接線で囲まれる図形の面積は、合同な2つの放物線と共通接線とで囲まれる図形の面積と同じ式で与えられます。これは偶然なのでしょうか？またこの式をどうやって導けば良いのでしょうか？そんな放物線と接線で囲まれた図形の面積について考えてみましょう。まずは放物線 fx イコール ax の2乗プラス bx プラス c に、曲線外の点 p から引いた2本の接線と y イコール fx とで囲まれてできる図形の面積を考えてみましょう。この面積は12分の絶対値 a、括弧ベータマイナスアルファの3乗で与えられます。ここでアルファとベータは接点の x 座標で、アルファ小なりベータとします。ではこの式で与えられることを証明しておきましょう。まずは関数 fx を微分しておきます。そして接点 ab を次のように置きます。この時2本の接線 y1、y2 の方程式は次のようになります。よって交点の座標は2つの式を連立させて x イコール2分の α プラス β と求まります。つまり交点は2つの接点の x 座標の中点となることがわかります。よって左側の囲まれている部分の面積を S1、そして右側を S2 とすると、S1 は次の式で求めることができます。これを計算すると、次の積分値を計算すれば良いことになります。同様に S2 は次の積分値の計算となります。よって求める面積はこの和なので計算すると、先ほどの12分のの公式が姿を現します。ではもう一つ同じ公式で求められる面積について考えてみましょう。次の合同な2つの放物線と共通接線とで囲まれる図形の面積も、12分の絶対値 a、括弧 β マイナス α の3乗で与えられます。先ほどの面積と同じ式で与えられますね。これは偶然なのでしょうか？まずはこの公式を証明してみましょう。まずは関数 fxgx を微分しておきます。そして接点 ab を次のように置きます。この時2本の接線 y1 と y2 の方程式は次のようになります。2つの放物線の交点を求めるために2つの式を連立させて b-b' と c-c' の値を求めておきます。これを利用して交点は丸1丸2より x イコール2分の α プラス β と求まります。つまり2つの放物線の交点は先ほどと同様、2つの接点の x 座標の中点となることがわかります。よって求める面積は先ほど求めた式と同じになります。放物線と曲線外の点から引いた2本の接線で囲まれる図形の面積は、合同な2つの放物線と共通接線とで囲まれる図形の面積と同じ式で与えられることが分かりました。実はこの図形の面積が同じ式で与えられるのは簡単に理解することができます。図形のずらし変換を用いれば良いのです。次の図を見てください。
放物線 y イコール fx に曲線外の点 p から2本の接線を引いた時の接点を ab としています。ここで線分 APBP と y イコール fxgx および x イコール p で囲まれる図形を x 軸方向に垂直にスライドして接線が x 軸に平行になるように変形し直します。グラフの傾きは変わらないので点 AB を x 軸に平行な直線上に落とした点が新たな頂点となります。つまり x 軸に平行な直線に接する合同な2つの放物線と直線とで囲まれる図形の面積と同じになるのです。さらにこの直線の傾きを変化させると接している放物線も滑るように変化していきます。このずらし変化によって囲まれる部分の面積は変化しません。つまり3つの図形の面積が同じになるのです。よって一番求めやすい図形の面積を求めることにしましょう。つまり次の3つのパターンの中のパターン2の面積を求めれば良いことになります。パターン2の図において2つの放物線の交点の x 座標が2分の α プラス β で与えられるのはグラフの対称性より明らかです。ではその図形の面積を求めてみましょう。計算を簡単にするためにまず x 軸に平行移動します。さらに交点の x 座標が0になるように平行移動します。この時左右対称の性質から求める面積は原点から x イコール2分の β マイナス α までの面積の2倍を求めれば良いことになります。この二次関数を y イコール a カッコ x マイナス2分の β マイナス α の2乗として面積を求めてみましょう。ただし a 大なり0とします。0から2分の β マイナス α までを積分すると次のように求まります。a 小なり0の場合も同様です。まともに計算すると大変ですが、少し工夫すると簡単に計算することができます。これで心置きなくこの式を公式として用いることができますね。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは、等比数列の和の図的解釈です。等比数列の和の公式を図的に解釈する方法を考えてみましょう。公式のマイナス1がポイントです。それでは次回またお会いしましょう。